はい、炭酸水好きな俺の、シュワシュワ動画始まりました。久々です。今回はこちら、メッツの、キリンのメッツソーダ炭酸水の試供品が、もらったというか買ったんですけどね。4プロって書いてあります。これ非売品って書いてあるんですね。ここにシールが貼ってあります。これが容量が 200cc。原材料名が水と、おお、すごい、食塩と二酸化炭素って書いてある。食塩、はぁ、マジで。水と食塩と二酸化炭素って書いてある割にはなぜか栄養成分表示には 100ml あたり、あのナトリウムが 0mg ってなってるんですけど、これ詐欺なのかな。食塩って塩化ナトリウムだよね。つまりここのナトリウムってとこに表記が 1mg ぐらいでもないといけないんだけど、なんでないんだろう。謎です。ちょっと謎。謎ですよ。なんか怪しい。本当に食塩が入ってるのか。だって塩化ナトリウムだから本来ナトリウムってか、あれだもんね。入っているんならそこに表記が出るはずやねん。まあええか。それでは、いただきます。乾杯。炭酸の強さは普通。まあ強いのかな。まあ強いかな。この感じを見ると、まあ強そうですね。あ！しょっぱい！しょっぱい！あ、ちょっとしょっぱい！これは、多分しょっぱい。うん。これ気のせいじゃねえよな。キリンメッツ。メッツ。ソーダ。ちょっとしょっぱい気がする。うん。あ？ええ？ちょっと待って。キリンの公式サイトに、あの、原材料名、水と食塩と二酸化炭素って書いてあるんだけど、あの、栄養成分表にちゃんと食塩相当量っていうのが、カッコグラムで書いてあるんですよ。それがなんと 0.00 でなってる。これじゃあ入ってないのかな？どういう、あー、そういうことか。はっはーん。消費者庁の定める食品表示基準に伴い、栄養成分表、成分量が下記の場合は0と表示していることもあります。まあ、少なすぎたっていうことやな、結局な。ナトリウムは 5mg 未満。100cc あたり 5mg 未満だったら表示しなくてもいい。ゼロと表示してもいいということになってるっぽいっすね。で、ちなみに食塩相当量カッコグラムイコール、ナトリウム量カッコミリグラムかける 2.54÷1000 で、なるらしいから、実際のところどうなんだこれ。あー。だから食品、あれなのか。食塩相当量が少ないんだろうな。ほとんど入ってないんだろうね。うん。うん、これはしょっぱいな。若干しょっぱい、確かに。酸っぱいという、あの、感覚もある。しょっぱさによって、なんか、炭酸水ってもともとほら、あの、酸性じゃないですか。酸性だから若干酸っぱいんだけど、
なんか酢が入ってるみたいな雰囲気。まあ酢っていうか、まあしょっぱ酸っぱいみたいな感じ。ですね。なるほどな。食塩相当量は以下の計算式に基づき記載しています。って書いてあって、食塩相当量カッコグラムイコール、ナトリウム量カッコミリグラムかける 2.54 割る1000なんで、最後に1000するんで、まあよくわかんないけど、まあ多分、あれなんだろうな。少なすぎたんだろうな。おそらく。おそらく少なすぎたんだろうな。おそらく少なすぎて、でも、原材料名に水と食塩って書いてあるから、まあほぼ 100% 食塩は入ってんだろうね。俺の多分気のせいではないと思う。ただ、これはようわからないですね。うまいかまずいかっていうと多分、しょっぱい。爽快で刺激的な風味を強炭酸で切れよく仕上げたプロフェッショナル用メッツ、かっこ業務用です。ご自宅で手軽にプロの味が味わえる割り材に適した、キリンメッツプロシリーズ。純水を強炭酸で仕上げた爽快な喉越しが特徴の味わいです。あ、確かに炭酸は、まあ普通に強いんで、強いですね。ただ、まあでも塩が入ってるっていうのはある種いいかもわからないね。ちなみにこのキリンメッツ4プロは、2015年の3月の24日、4日から、新発売してるらしいです。強炭酸、辛口、苦味が際立つ割り材用ニューメッツ。炭酸、このソーダとジンジャーエールと、トニックウォーターの3種類があるらしいです。ただどこも店舗では見かけたことは一切ありません。っていうのも、見たところによると業務用割り剤って書いてあるんで、業務用でしか販売してないのかもわからない。っていうか、まあ、Amazon には売ってんだけど。Amazon には売ってんだけど、まあ、一般販売はしてねっちゅこっちゃ。間違いないですね。こんなのどうでもいいんだよ。あのさ、炭酸水とかさ、5万と出てるわけじゃん。で、ジンジャーエールも5万と出てるわけじゃん。たださ、俺が欲しいのはさ、あのさ、トニックウォーターなんですよ。だからトニックウォーターをもうちょっとさ、アマゾンでググってもなんか出ねえんだけど。トニックウォーター出てこねえんだけど。メッツのトニックウォーター飲みたいんだけど。それアマゾンで買いたいんだけど、売ってねえんだけど。ソーダとジンジャーエールは売ってんだけどさ。まあでも、焼酎とかで割るにはいいかもね。焼酎とかでレモンで割るじゃん。焼酎とレモンで割るとすると、で、これ炭酸入れるでしょ。これは塩が入ってるから、若干しょっぱいから、ある種、合うかもわからん。ある種ね。やっぱり売ってないですね。アマゾンでトニックウォーターと検索しても、キリンのやつは一切出てきません。で、あと気になってんの炭酸水が、このキリンの良さそうだってやつ。キリン良さそうだっていう炭酸水なんだけど。これと同じサイズ。100、あ、違うな。これが 200cc だから、190cc の。
キリン良さそうだ、無糖炭酸水。ほんとキリン、これを出しておいた挙句また良さそうだとかいう、ね、炭酸水出してるけども。これも無糖炭酸水。強炭酸無糖 190cc の便利な缶入り炭酸水。飲み切り、使い切りサイズで無駄がない。冷蔵庫に保管もぴったりのサイズ。ああ、これはな、確かに。このサイズってすげえ確かに使いやすいんですよ。めちゃくちゃ。ああ、これのサイズはめっちゃ使いやすい。特に、俺が押すのは炭酸水は別にどうでもいいんだけど、トニックウォーターでこのサイズね、があればすげえ使いやすい。ジントニック作った時に、一回で、一回使い切りで、出せるんですよ。これ一本で、一杯出せるから、すっげえ使いやすいんだけど、誰も、トニックウォーターで出さねえから、だから、いわゆるウィルキンソンのトニックウォーター、瓶のやつ。瓶のトニックウォーター、緑色の瓶のやつあるじゃないですか。あれが 190cc なんですよ。でも、ウィルキンソンのトニックウォーターって値段が高くて、瓶、あれが、店で買うと70円、80円するんだよね。ああ、むしろ100円ぐらいするという。うん。で、ちなみに Amazon で、こちらが、値段が991円。20本入り991円という、まあ、激安 ?1 本あたり50円という。これで50円だから、まあ2本で100円でしょ。まあまあまあ。まあ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 、まあ。ああ。でも炭酸水って俺よく使うんで、500cc で全然問題ないんですよ。だからジントニックとかはさ、結構度数高く作っちゃうからさ、一杯で割と酔えるんだよ。だから、一杯ぐらいでもう、酔ったわ、みたいな感じで、終わるんだけど、炭酸水って焼酎だ、割り剤で焼酎使うから、焼酎だとあんまり酔わないんですよね。だから何杯も飲んじゃうっていうパターンで、結果として、500cc の方がいいっていう話になってくるっていうね。なので、だから、まあ、トニックウォーターで出してほしいっていうのはあるんだけど、トニックウォーター 500cc だと明らかに余っちゃったりするんだよな。うん。で、トニックウォーターは本当に高いっすね。うん、最近新しくサントリーのトニックウォーターが店で売ってたんだけど、200cc のやつ、ね、これで。売ってたんだけど、たっけんだわ、やっぱり。カナダドライ、コカ・コーラのカナダドライからも、出てるんだけど、これが多分一番安くて、500円、500ml で、1本100円ぐらいで売ってるんですけど、それがやっぱり、量的に考えると明らかに安い。シュエップスとかは高い。高いんで、俺買わないっす。シュエップスは、美味しいっていうか、まあ、うまいかもわからんけど。あと、フィーバーツリートニックウォーターとかいうの、クソ高いトニックウォーター売ってますけど。これが、キニーネ使ってんだっけな。これが唯一キニーネ入りの、トニックウォーターちゃうか。忘れたけど。確かキニーネ入ってんだよ。だから、ブラックライト当てると光るんですよ。確か。確かそうなんです。まあ、高いんでどちらにしろ手出せないですね。まあ、これはまあ、どこにも売ってない上に、まあ、普通、で、ぶっちゃけ塩なんて塩を普通にパッて入れりゃ、それで済むんで、あんまり、あんまりおすすめかって言われると、
まあ、三つ星ぐらいじゃねえな。別にまずくはねえから。ああ。あ、で、また止まってるわ、これ。ああ。まあいいや。ということでね。三つ星でございます。ご視聴ありがとうございました。